現在のビーンヌイツヤにおける大虐殺の犠牲者、記念碑ビーンニツァドイツのプロパガンダポスタービーンヌイツヤの虐殺は、大粛清時代に、ウクライナのビーンヌイツヤで、一般市民が、ソ連の秘密警察の NKVD によって、裁判なしに処刑された事件である。1943年、ドイツ軍がウクライナを占領していた頃に、 ビーンヌイツヤの共同墓地が発見されて徹底的に調査された。ビーンヌイツヤの虐殺はカティンの森事件と同様な規模を持つ虐殺で共産党のテロの一例である。共同墓地の調査を行ったのはヨーロッパの11カ国の解剖学者と病理学者からなる国際調査団であった。その調査団の構成は中立国のスウェーデン以外は 数軸国もしくはナチス占領下の地域出身者で占められていた。調査団構成員は以下の通り、調査員が91の共同墓地を発見し、そこから9442の遺体を掘り起こした。そのうち149の遺体は女性であったということが確認された。調査団は、 過半の犠牲者が1937年から1938年の間に銃殺されていたことを確認し、679の遺体が、ビンヌのツ夜市内、郊外の市民であったことが分かった。虐殺されていた人々の多くは、ウクライナ人であったが、また少数のポーランド人も含まれていた。戦時中、調査の結果と写真は、ヨーロッパの国々に出版され、 ナチスドイツにおいて反ソ連のプロパガンダとして利用された。ビーンヌイツヤで多くの遺体が再埋葬され、共同墓地にはスターリンのテロの犠牲者記念碑が建てられた。戦後になるとソ連は記念碑をナチスのテロの犠牲者記念碑に変え、さらにそれを除去して共同墓地の場所を遊園地にした。冷戦中。 ビーンヌイツヤの虐殺については欧米に居住する、ウクライナ系移民によって研究が進められてきた。一方、ソ連ではそのテーマは1988年まで、近畿となっていた。バレーリー・バシー・リエウ、ユーリー・シャポバール、大粛清の段階、ビーンヌイツヤの悲劇、ゼルカロ・ネデリ31、2002年8月17日から23日、アムトリッシュズ・マテリアル・ツーム・マセンモアード。 フォン・ウィニザ、P103、アーカイブ・エディション1999、アムトリッシュズ・マテリアルツーム・マッセン・モアード・フォン・ウィニザ、P117、アーカイブ・エディション1999、AB ・ペツロ・パブロビチ、ビーン・ヌイツヤの虐殺について、ウクライナ非抑圧社会、アムトリッシュズ・マテリアルツーム・マッセン・モアード・フォン・ウィニザ、P124、 215-248アーカイブエディション1999ありがとうございます。